って違う違う、言ったでしょ、見学だって。領域内で発動した付与された術式は絶対当たる。絶対領域展開無料空所。もっとヒーローらしいこと言ってくださいよ。安心しました、かっこよかったですよ。これは特に何もしない。昨日も同じようなこと言いましたけど、要はナンバーワンのプロデュースですよね。店の入り口まで声が響いているぞ。他の客に迷惑だろうが。紹介しよう、ジョルノ・ジョバーナだ。やめれば許してやる。だがアバッキを刺した瞬間、てめえの命も取る。ダメだ、やるのだ、やるのだ、やらねばならんのだ。ここがどこでお前らが大であろう。よかよか。やあ死人の諸君。ああ、今この状況は君たちの生存を許さない。故に君たちは死んでいる。見捨てたのか。勝手にしやがれ。これは俺が選んだ道だ。やらなきゃならねえことなんだ。いや、あいつはリオンは知らないんだ。俺の後ろにいるロア、お前なんだっけ。牛。とにかくだ、世の中には日の当たらない裏の世界があるってこった。ちなみに俺はキメラじゃねえ。ホムンクルスだ。人間が滅んだ。そりゃ吸血鬼どもに聞いたのか。俺は一ノ瀬グレン中佐だ。所属は日本定期軍。さあ俺と来れば吸血鬼どもを殺せるぞ。かけてやれ。俺もよくやるんだよな。 CD 取っ換えるときつい手近にあるケースにしまっちゃって中身シャッフルしちまうことが。俺後でコンビニ行くけど、なんかある？そういやさ、友達が最近女の子向けのアニメにハマってるんだけど、俺も別にわざわざ千鶴と兄ちゃん会わせたかったわけじゃねえし。怒ってねえけど、あんな風に追い返されたら俺も少し傷つく。ああ、もしかして十二支の昔話に出てくる猫のこと？へえ、あいつがそれ聞いたらどんな顔するかな。でも君犬年なんだね。なんかこう親近感湧くな。なんたって僕も犬からに。意外って結構何度も自己申告したと思うけど、自分で言うのもなんだけど、実技が人並みにできていたらこのクラスにはいなかっただろうね。そこまで見られていたとは思わなかった。さすがにいい目をしている。まあ大事だな、チームって複雑だからな。人とちゃんと力を合わせるって結構難しい。ちょっとブロック飛んでくんない？中学の1年生大会でお前んとこにボコボコにされたんでね。俺と篠原はスポ戦入学なんだよ。スポーツ推薦知ってるだろ。篠原はサッカー、俺はバスケ。ただ入ってすぐ辞めちまったんだ。ちょっと事情があってさ。そうだな、いつもはとりあえず部屋の片付けをして道具の補充をして、やっと漫画から解放された後